ねえ、ビリー。ダンスをしているときはどんな気持ちになるんですか？うまく言えません。言葉にできない。抑えきれない気持ち。自分を失くような忘れるような本当の僕になるような耳の奥で音楽が鳴り出して追いかける追いかける自分が消える。僕は舞台が無事に終わってほっとしています。緊張したんですけど、まあ楽しく綺麗にできたのでよかったです。最高でした。お客さんに自分の踊りを見せれて最高でした。好きなダンスができてとても楽しかったです。最高です。舞台裏ではなんか緊張してたんですけど、踊り出したらもう楽しくて、歓声を受けた後はもうなんだ天国に行ったようでした。閉塞感とか絶望とか、その大人たちの世界が炭鉱町にあって、その中でやるせない気持ちになりながらみんな暮らしている中で、次の世代を担っていく子どもたちがこんなに夢を持って希望を持ってその羽ばたこうとして、そういう姿をこう具体的にこう感じられるところじゃないかなというふうに思います。いや、これもう本当に感動して、
もういろんな要素が入ってるわけですね、このビリー・エリオットには。でこれは絶対見た方がいいってうちの奥さんに言って、奥さん次の日見に行きました。私が見たのは吉田鋼太郎バージョンだったんですうちの奥さんは増岡バージョンを見ています。そうなんです。で今回私は自分が出ていない時に増岡バージョンをしっかりと見ようと思います。もう本当に楽しいんです。前回もあの4人のビリーたちと一緒にやってきて、もう初日からその時はあの今回みたいに長くなって1ヶ月少しだったかな。で初日からも千秋楽までどん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 子どもたちが成長していく姿を間近で見ていて、もう毎日毎日感動していたので、今回もまたこの4人がどんなに素晴らしいダンサーになっていくのかなというのが本当に楽しみですね。私2005年のロンドンの初演 あのトライアウトをたまたま拝見することができて、でまずその時の印象はもう1幕終わった時に立ち上がれなかったんですよね、感動で。もうあのいよいよ日本で上演するということになって楽しみに見に行った時に全く同じ感覚を味わって、ああ日本でビリー・エリオットやれてるんだって。もうその時の作品の持つ爆発的なエネルギーと、あとはその夢を追い求めるひたむきさと強さ、これが見る方の心をここまでも動かすことができるんだなっていう印象で、あのすごく驚きましたし、今回もすごくあの楽しみに参加させてもらいます。あのみんなそれぞれちょっとずつあの自分の得意な技が入っていて、一人一人全部あの個性があって、もうそれが毎回目がもう離せなくて、もう舞台の袖からちゃんと回るから結構みんなギリギリのところまで挑戦してるんで、もう本当に力を抜くことがない、どんな稲川乗馬でも全然飽きない、もう一緒にいて力いっぱいもらってやってる側もみんなからもらえるっていう、ものすごい素敵な時間なんで、これをまたやれるんだと思っただけでも今からワクワクです。自分が出番じゃない時なんだから黙って楽屋にいりゃいいんですけど、それができなくて、あの袖行ったり、あの袖がちょっと混み合ってるな今日はなんていう時には、あのモニターを見て最後パッと決まった時にはもう楽屋に大きな拍手をうわってして、それでえらいえらいみたいなことを声かけたし、モニターに声かけてたんです。そのぐらいそのぐらいなんか、ね、見てる方も熱が入るというか力が入るというか、そんな時でした。がっちりした人が演じるようなイメージが僕はあったんです。勝手にこう海外でも見させていただいた時もそうだったんですけど、で今回まあ僕がキャスティングしていただいたんで、まあ、いきなり身長が伸びないのであのまあこう自分なりの役を作ってきたらし、本当にこの4人のビリーと本当 あの兄弟になれるように頑張ります。この4人が今ここまで1年間かけてどれだけね、あの大変な思いをしてトレーニングしてきたのかなと思うと、もう涙が止まらなくてですね、もう上で見させてもらってたんですけど、もう大人たちみんな号泣してたよ、本当ね、素晴らしいあなたたちは本当にもう下に降りてきて、もう準備の時にもう皆さん、メイクさんからもうティッシュをもらってですね、ずっと涙を拭いて今ここに立ってるんです、座ってるんですけど自分がやってて良かったなって思えるような幸せを感じることができたので、またそれをこう改めて経験することができるっていうのは本当にこの目ない喜びだなとは思っています。ビリーたちのパフォーマンスはどうでしたか？まあもうブラボーです。ちょっと負けてらんないなと思いました、はい。今回のビリーたちくらいの年の頃に、映画版のリトルダンサーというビリー・エリオットを見てバレエを始めまして、この作品にはすごく思い入れがあって、でバレエを始めようかどうしようかなってこう悩んでた時にその映画に背中を押してもらったんで、そのビリーの未来の姿という役柄を演じられることはすごく嬉しく思います。公演までは一生懸命練習して、本番では自分の名前にも込められているようによく舞いたいです。常識を打ち破るビリーになりたいです。お客さんを楽しませるようにエネルギーを出して頑張ります。お客様に
希望を与えれるようなビリーになろうと頑張ります。